はい、ウェイちゃん TV レゴスターウォーズスカイウォーカーサーが、今回はですね、エクセゴルの宇宙空間となります。今回もですね、完全攻略して、頑張ってみたいと思います。エクセゴルの宇宙空間行きましょう。はい、着きましたね。まず最初はですね、サイドミッションですね。キャラクター1体目、タイファイター、パイロットが改造されます。勇敢なるアストロメクの救出ということで、これ護衛ですね。護衛になります。護衛ですね。意外とこれ難しかったです。はい、1回失敗したかな。護衛失敗してます、これ1回ですね。まあ皆さんにはお見せしませんけども、成功したところだけですね、お見せしたいと思います。今は勇敢な、何ですかこれ。ちょっと読みませんでしょうね。はい、勇敢なドロイドですね。はい、ですね、護衛をしなければならないのがこう2つあります。びっくりマークが2つあるんですね。ということで、2機の護衛をします。左にですね、丸っこい下半分だけ赤いものがあります。これはですね、体力ゲージですね。護衛をしなければならない、船の体力ゲージになります。ですので2機同時にですね、これ護衛をするというちょっと難しい感じのところがします。まず最初にですね、私ね、これやった時に1機だけなのかなと思ってですね、1機だけ守ってたんですけども、もう1機がやられてしまいました。もう全然気づかない、分かんないですよ。今までずっと1機だったからですね、1機だけだったから分かんなかったんですよ。で、これで、あれ部屋2つあるなとか思って、あ、そういえば過去にもなんか2つのがあったような気がするなと思ってたんですけど、それ全然気にせずに、やってたんですね、今までね。まあそれでなんとかクリアしてたんですね、運よくね。ということで、今回ね、初めてね、これ2機、護衛ということを気づきまして、2機護衛を今やっています。ただなぜ護衛してもらってるのに離れるのかっていう話ですよ。あなたたち離れないでくださいよっていう感じです。ですので、一回こうやって、離れてたらこうやってやられるんですね。ですので、ちょっとねこう2つ見ながらおおっと言いながらこう守ってるという。で、1つが離れていくので、もう1つはもうどうしようもないですね。ちょっと見捨てるしかないです、とりあえず。ですので、どうすればいいかと言いますと、今度体力ゲージを見ながらですね、左の体力ゲージですねを見ながらやっていったらいいかなと思います。はい、終わりましたね、いつの間にか。話してたら終わったという。はい、はい、必ずですね、レジスタンスの船に話しかけましょう。左にちゃんと書いてありますんでね、これがね、目印っていうかね、これの通りに従ってください。はい、これちゃんと話しかけましょう。黄色のとかですね、まあこれもうむちゃくちゃ探さなければならないんですけど、まあこれないとですね、終わらないです。まあこうパイロットももらえないです。はい、ミッションクリアとなりました。はい、 OK、 タイファイターパイロット、はい、3万5000スタートですね。はい、まあ意外と安いっていうね、かわいそうだけどちょっと安いかなと、はい、思いましたね。はい、次ですね、サイドミッション、キャラクター2体目ミスターボーンズということで、スクランブルランエクセゴルということになります。はい、これですね、まあおなじみ、これね、私ね、1回で取り合い、もう OK でした。ただ1個だけね、ちょっと取り逃して、後で1回もうそれ取り行くという形でしたね。まず焦点を合わせですね、ブーストかける、くぐった瞬間にブーストを切ります。そして、ちゃんとゲートに合わせます。そしてブーストかけてバーいって、くぐった瞬間にやめて、そしてまたブーストバーかけて、くぐった瞬間にやめて、またブーストここでブーストこれです。で、これでね、取り損ねてるんです。ほらこれを最後に取り行ったということなんですね。ですので、これ取ってたらね、まだもう全然余ってたんですよ。はい、ここです。ここで、まだか。あと3つあったか。で、これでね、55秒だから結構楽勝ですよ、今回これ。はい、余裕でいけます。はい、ここで終わって、これで、あれな、あ、まだじゃん。残ってたかっていうことで、これで、ひえーと、間に合うか、もうちょっと、ダンと。ということで、意外と余裕で、大丈夫でした。ということで、皆さんこれね、頑張ってください。本当頑張ってください。はい。はい、次。
会話モルク5つですね、まあ毎回のやつですね、まあ船も変わらなくてもいいんですけども、まあこれやっていきましょう。これですね、これやっていきましょう。はい、どんどん近づいていってですね、まあ、近づきすぎると自滅しますんで、なるべくそこの距離保ってですね、そしてこの四角のところをですね打ってですね、で完全に壊さないと核だけ残ります。用心してください、核だけ残ります。そしてですね、これしっかり、増えることを確認してください。はい、ということで、海馬ブロック5つ、そしてキャラクター2体目ですね、未知領域エクセゴルの宇宙空間完全攻略しております。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。役に立ったかなと思った方、そしてですね、参考にしたいなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。